そうですね、今回いろんなコレクションとかブランドの春夏を見ててもその幻影的な感じがものが多かったので、今回のビジョナリーレイズもその一環と、かなって私は思ったので、シーカとしても極力色鮮やかな発色を、紙に施して幻想的な雰囲気を出しつつ、カットではなんか丸いシルエットだったり鋭角なシルエットだったり、そのちょっと非現実的なところも散りばめつつスタイル作りを意識しています。